皆さんこんにちは、吉田奈々穂です。今日は美的とキャンキャンの付録を紹介します。今月号の付録は両方とも自撮りライトなんです。美的に比べてキャンキャンの方が光はちょっと強めです。光が2段階に分けられます。2段階で自撮りしてみます。1段階目のライトでも肌が白くなって漏れるんですけど、2段階の方は髪の色も少し明るくなってさらに漏れます。美的の方は色が3色に変えられます。白は美肌にしてくれます。黄色は食べ物を美味しく写してくれます。ピンクはコスメをおしゃれに撮るときに最適です。皆さんもシーンによって使い分けてみてください。リクエスト、コメントお待ちしております。バイバイ。和菓子みたいなとても可愛い入浴剤からやってみます。じゃん、なんかお茶みたいな色、ちょっとミント系の香りで、アジア雑貨屋さんみたいな匂いがします。じゃん、カップケーキじゃなくて入浴剤です。美味しそう。フルーツとバニラを合わせたみたいな香りがします。他のバスボムと比べてだいぶトロッとした感じの、シアバターが入ってるからかすっごい手がもちもちになってきました。可愛いのが好きな人におすすめ。じゃん、ラッシュのバスボムです。どっかの惑星みたい、宇宙っぽい。なんか色が見たことない感じの色で、この辺がすごいマーブルになってて不思議なんだろう。しかもすごいキラキラが、金のキラキラがめっちゃいっぱい入ってます。ミントのすごいスースーする感じの匂いで、面白いからプレゼントとかにはいいかもしれないです。すごい、ハンドクリームなんや。懐かしい。ちょっと塗ってみよう。サラサラ、うん、ピカピカ変身。プレゼントに良さそう。香ってるから。すごい、爪のケアもできるんや。ヨーグルトみたい。甘い、フルーツの甘い香りが。すごい、アザラシかわいい。こんなん初めて見た。いい匂い。しっとりしてて部屋に置いてもかわいい。ポンって。